1876年のバタク虐殺バタクの虐殺は1876年にオスマン帝国領であったブルガリアのバタクでオスマン帝国の非正規兵馬士ボズクによって引き起こされた虐殺事件である。その犠牲者数は情報源によって3000人来し5000人程度とされている。バタクは反オスマン帝国の反乱であった4月放棄の 中心的な役割を担った。放棄の数週間後、町では独立が宣言された。革命委員会による町の統治は9日間に及んだ。馬クの反乱は1876年4月30日にトルコ人の当局に報告された。アフメトアがバルンに率いられ、非正規兵、馬ボズクを主体とする8000人のオスマン帝国の兵士が町を包囲した。 最初の戦闘の後、バタクの市民は、アフメトアガとの交渉を決定した。アフメトアガは、バタクの武装解除を条件として、軍を引き上げることを約束した。反乱者たちが武器を差し出すと、バシ、ボズクは自衛の術を失ったバタクの市民を攻撃した。犠牲者の多くは斬首された。ブリタニカ百科事典第11班によると、バタクだけで5000人が虐殺された。 フィリッポポリス地区全体での犠牲者数は1万5000人に達する。また、デイリーニュースに掲載されたユージーン・スカイラーの報告によると、4月放棄の中で3つの地区で合わせて36の村が焼き払われ、少なくとも1万5000人が殺害されたとしている。スカイラーは、自身が見たものについて、次のように述べている、あらゆる方向に、人間の骨、頭蓋骨、 肋骨が、中には完全長い骨もが、長い髪を束ねた三つ編みに飾られた娘の頭が、子供の骨が、未だ衣服をまとったままの骸骨が転がっている。ここには、家があり、その床は、灰と、生きたまま焼かれた30人の居住者の炭化した骨で、白くなっている。ここでは、町の名詞、トランダフィルが、矛で刺され、焼かれ、後に埋葬された。ここには、 不潔な穴があり、その中は腐敗した遺体で満たされている。ここには水車ダムがあり、膨張した死体で埋め尽くされている。ここには学校の校舎があり、200人の女性と子供が逃げ込んだが、生きたまま焼かれた。ここには教会と庭があり、数多たの腐りかけた死体に埋め尽くされており、囲いの中は高さ数フィートに達する山があり、腕、足、頭が、 彼らを覆い隠すために荒っぽく積まれた石の合間から姿を見せており空気を汚している。この訪問をきっかけとして、ムタサリフの命令によって遺体の腐敗を防止し、薬病を予防するために、タタール・バザルジクのカイマカムが石灰を持ってバタクに入った。虐殺を指揮したアフメトアガは勲章を受け、ユズバシへと昇進した。虐殺の形跡を見た、もう一つの証言は、 アメリカ合衆国のジャーナリスト、ジャニュアリアス・マゲダーソンであり、見たものについて以下のように述べている。我々は、木工品が燃えて、黒焦げになったまま破壊や損傷を免れている、教会を見た。それは、屋根の低い、背の低い建物であり、背の高い人が下に十分入れる程度の重厚で、不規則なアーチによって支えられていた。我々がそこで見たものは、一目見るだけで、 恐ろしい光景であった。数えきれないほどの部分的に焼け焦げ、炭化し、黒くなった遺体が低くて暗いアーチのほぼ半分を覆っているかのようであり、これによってアーチは一層低く、暗く見え、遺体は腐敗が進んでおり、恐ろしくて静止できない。想像を絶する恐ろしさであった。我々は皆恐れて、めまいを感じ、動揺し、恐ろしい病のから脱出して、 心底ほっとして路上へと戻った。我々はその後もたびたびこの場所を思い出し何度も同じ光景が浮かび上がった。男性の骸骨は衣服に包まれたままぶら下がった肉の腐敗が進んでいる。女性の骸骨から垂れた埃にまみれた髪。子供や幼児の死体は至るところに転がっている。ここには20人が生きたまま焼かれたという家がある。そこには 大勢の娘たちが逃げ込み、その最後の一人までが、骨が確認できるまで虐殺された。すべての場所が恐怖の上に恐怖であった。イギリスの長官、ベアリングはこの出来事について、今世紀の歴史を汚した、最もに組むべき犯罪であろうと述べた。10月には、ベアリングは、オスマン帝国の犯罪に関する記録の中で、再度の報告を求められた。 委員会の閉会から6週間の後、バタクの虐殺が犯罪か否かについて、決定はなされなかった。2007年5月、ブルガリアで、マルティナ・バレバとウルフ・ブルンバウアーによって、バタクの虐殺事件に関する公式報告をまとめるための調査に向けた会合が予定された。ブルガリアのメディアは、報告の著者が虐殺を否定していると報じ、メディア上で非難が高まった。 ありがとうございます。